こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるの？といった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは、スピルアーサリー強化法ということでお送りしたいと思います。先々日ぐらいですかね。先々日というか、前々回ですかね。にちょっとスピルアーサリーという話をしまして、いきなりスピルアーサリーと言われても何のことかわからないと思うので、前々回の動画をですね、見ていただくのが一番いいかなと思うんですが、簡単に説明しておくと、これは私たちの中にある、やれそうっていうね、できそう、I can do it、きっとそれはできるんだっていうね、この感覚のことをスピルアーサリーと言いますと。で、そういう感覚が、ある人はですね、どんどん人生において積極的に人生を改善していく、ね、向上していく、前進していくことができるわけですけれども、逆にこのスピルアーサリーというのが弱い人は、何をやってもできなさそうに感じてしまうわけですね。つまり何をやってもできないんじゃないか、無理なんじゃないか、というふうに思うと、何が起こるかというと、もう何をやっても無理なんだ、だからやるのやめよう、みたいなね。結局何も起こらないと。何も行動を起こさない。何も改善をしようと思わない。故に何も変わらないということで、人生自体が停滞してしまうわけですね。なので、人生というものを究極的に突き詰めていくと、このスピルアーサリーというものの力っていうのは非常に重要になってくるんですね。根本的な部分ですよね。もちろん、いろんな意味で人生を大きく変えるとかっていうのは、例えば、スピリチュアルアトラクティブフォースセーフ、ね、霊界の引力の力とかね、あるいは守護霊の助力とか、本人の後天的な具体的な努力、行動、もちろんそういうのもありますよね。いろんな要素があるわけですけども。だけども、それをずっと根本的に中心にこういくとですね、結局自分にそれができるかなって考えた時に、できそうと思わなかったら、何を聞いて、どんな素晴らしい話を聞いたり、あるいはどんな刺激を受けても、結局そこに行き着くんですよ、人間でね。できそうかできなさそうか、そこでやれるんじゃないって思えれば前に進める。だけどもやれなさそうだな、無理だなって思った瞬間に止まると。なので、これスピルアーサリーが非常に重要ですよということで、結構長めの時間をとって、前々回ですね、話させていただいたんですけども、今回その補足的な話になりますけども、前回もね、じゃあスピルアーサリーどうやって強化するのっていう話は多少したんですけども、もうちょっと補足して、今日は3つの、ね、方法3つの観点でね、スピルアーサリーの強化法をお話ししてみたいかなと思っております。で、まずスピルアーサリーを強化していくのは、単純な話で、いわゆる成功体験というものをですね、積んでいくということが一つ言えるんですね。もちろん他にも方法はありますが、一番シンプルなのは、できるっていう感覚を持つためには、できたっていう経験を積んでいくのが一番、シンプルで分かりやすいですよね。だから成功体験を積むということが、ある意味、シンプルに有効なわけですね。じゃあ成功体験を積もうといったときに、じゃあどうしたらいいのっていう話になってくるんですけども、ここで大事なのが、偶遇性。ね、偶遇性っていうのは、どうなるかわからないっていう、ね、要はどうなるかは偶然ですみたいな、そういうものを偶遇性、そういった要素を含んでいるものを偶遇性と言いますけども、偶然を有する性質ですね。だから偶遇性というものをですね、極力排除したものをまず探し出す必要があるんですね。どういうことかっていうと、すごくわかりやすく言えば、結果というものに着目しないってことですね。今、成功体験を積めって言ったじゃないですかと。ね。じゃあ、結果が、ね、成功か失敗かじゃないですかと。ね。結果を排除したら何をもって成功体験とするんですかっていうふうに思うかもしれないけども、そこで考えてほしいのが偶遇性なんですよね。例えばですね、どういう例えがいいかな。例えば、今月中にですね、給料をですね、2万円アップ、ね、しようと、ね。なんとか2万円アップしようと、例えば頑張ろうとするわけじゃないですか。
で、上司と相談したりとかですね、あるいは残業一生懸命、まあ残業だったらいいですけども、上司と相談して2万円あげてください。うまくいって分かった。うん、前はそこまで言うなら、今までのね、いろいろとまあ真面目に働いてきたことだし、給料2万あげるように、まあ上を説得するみたいなね、いう感じになって2万円上がりましたと。そうすると、ああ、やったと。ね、2万円上がったぞと。交渉していろいろ頑張った甲斐があって、2万円アップに成功したっていうのももちろん成功体験で、非常にいいんだけども、これに落とし穴があるとすれば、結果的にダメでしたっていう場合もあるわけですよね。それどころか、お前2万円アップだぞ、お前このご時世にな、給料アップなんかあるわけないだろう、しかも2万も上がるわけないだろうと。ね、そもそもお前は2万も上げられるような仕事してんのかとかね、逆に怒られたりなんかして、ね、で、へこんでしまうという場合もあります。失敗するケースもあるんですね。これ、偶遇性ですよね。成功するか失敗するか、それはやってみなければわからない。こういうものを、まず、いきなり成功体験を積もうと思って選んでしまうと、失敗する可能性が高いわけですね。なぜならば、わかんないから、偶遇性を含んでるから、ね。失敗する可能性だったらわけでしょ。ね。しかも、状況的に、ね、なんとなく不景気で会社もいつもいつも売り上げが伸び悩んでいるとか言ってね、いつもの全体会議では社長がいつも怒ってるとかね、なんかそういう状況だったらなおさら難しいと。で、あ、なんだ、そんなの無理だよって、むしろスピルアーサリーが弱体化するような思考になってしまいがちですよね。だからそういうのは選ばないでねっていうことなんですね。じゃあどういうのを選んだらいいかというと、シンプルにやればできることです。簡単に言えば、例えば今日そうですね、10分早く会社に行って仕事するとかね、10分ぐらい早く行くのをちょっと、ね、調整すればできるじゃないですか。え、そんなことでいいんですかと思うかもしれないけど、そんなことでいいんですね。10分でいいんですよ。大事なのは自分が志してそれが実現する、こういうのを成功体験と言いますね。なのでそれでいいんです。まあそういった話は前回もしてた、前々回の動画でもしてるとは思うんですけど、より具体的に言うとそんなんでいいんですよ、ね、あるいは英語を勉強するために今日は1ページだけ NHK の英語講座のテキストを読むとかね。いや、読めばいいだけでできるじゃないですか。別に覚えなさいとかね、テストを受けて100点取りなさいとかね、そういうこと、そういうのは偶遇性になりますから、100点取れないかもしれないし、ね、そうじゃなくて絶対にやればできることね。偶遇性を排除するっていうのが大事なんですね。やったら絶対できるよねっていうことを設定してやる、これをまずやっていくっていうことが大事です。徹底的に偶遇性を排除する、自分がやりさえすれば必ずできることを選んでいくんですね。地味なことでも構いません。誰かが称賛してくれることでなくて大丈夫です。自分が設定したことをやるという体験ですね。で、やれたという実績を積むわけですね。まず一つです、これが。二つ目。偶遇性を排除したものをとにかくやっていくっていうことだけでも結構ね、話だけ聞いてるとそんなことって思うかもしれないけれども、意外に続けていくとですね、自信につながるわけですね。自信がつくということは、裏を返せばスピルアーサリーが強化されているということなんですけども、よりこの強化を加速するために、何が必要かっていう話を第2番目にしたいんですけども、それは何かというと、記録なんですよ。記録というのは、世界最古の呪術というね、話を以前ちょっとした時に言ったように、記録するって非常に重要なんですよね。つまり自分がやったことを何か記録していくんですね。記録するとどうなるか。それは記録に残ります。記録に残ったものは目で確認することができます。読むことができます。後で何をやったか調べることができます。いつもいつもやったことをこう見て、あ、今日はこんなにやったんだ。ね、今日は5個ぐらいいろんなことをやろうと決めて、5個全部やったじゃん。すごい。見た瞬間わかるわけですね。これが結構大事で、記憶の中でなんかやった、
やりきったっていうのって記憶の中に入ってる、ね、新しい記憶はいいんだけども、だんだん古くなってくるとだんだん記憶って薄れていくと、記憶が薄れていくとどうなるかというと、その成功体験も薄れていくんですね。うん、成功体験ってやっぱり、薄れていくものなんですよ。だから、記録するってことが結構大事です。だからノートに書く。これも前回も、前々回の動画で話したかもしれませんけど、より具体的に言えばノートに書くのもいいし、だからなるべく昔取った記念塚じゃないけど、昔成功したものの記念品とかはね、周りに置いといた方がいいです。トロフィーとかね、賞状とかね。なんかそういうの、貼ってるとなんか恥ずかしいとかなんか自慢げで嫌だとか思うかもしれないけど、もういいんです、別に。うん。まあ、恥ずかしかったら人が来た時だけ隠すとかね、外すとかすればいいわけで、少なくとも自分がね、いる空間に、その、トロフィーがあったり、賞状があったり、あるいは、ああ、この時はうまくいったら、だからなんかこう、うまくいった時の記念写真とかね、そういうの貼っとくと、ああ、そうだ、この時俺、大成功したんだなとかね、なんか、うまく、発表会で発表できたんだなとかね、そういう写真を見ることで、もう一回、記憶が、定か、ぼやーっとしてた記憶が定かになってくるわけですね。これ結構大事なわけです。だから、2番目、記録なんです。記録で、この、スピルアーサイの強化が加速するんですね。記録。これ結構大事です。で、3つ目は何かっていうと、瞑想です。瞑想。瞑想を何回も言ってますけどね。瞑想もいろんな瞑想がありますけど、ここで言う瞑想はですね、何のためにするかというと、先ほど言った偶遇性の排除されたことをいっぱいしていきます。それを記録していきます。まあ、シンプルなのは大学ノートに書くとかね。そんなんでもいいんですけども、記録すると。で、それを、ちゃんとありありと思い出すっていうね。それを見ながら、こんなことしたな、あんなことしたな、よかったな、よかったな、よかったな、っていう風に。うん。ああ、そうだ、うまくいったんだ、俺もできるじゃん。前はやってなかったよ。昨日、一昨日まではこんなことしてなかった。でも自分はこういうことを設定してね、やったんだな。10個もやったんだな。ね。一つ一つは地味なことかもしれないけども、10個も変えたんだな。うん。あれは3つぐらいもう変えられたんだなと。今までだったら何も変えなかった。変えたいと思っても何もせずに結局だらだら日々を過ごしていたのに、でも気がついたら3つも5つも変えてるじゃんと。で、それが、ね、3日や5日、10日、1ヶ月って言ったら結構たまりますよね。あ、こんなにやってきたんだっていうふうに、ますますそれはね、積み上がっていくわけですよね。それをしっかりと瞑想という形で思い起こして、あ、やったんだ、自分はやったんだ、やったんだっていうふうにね、より増幅させてあげる。そうすることで、記憶に定着しやすくなりますよね。成功体験が一つ。し、その、成功体験自体の喜びというか、その、ね、成功したんだっていう気持ちを増幅させることができる。瞑想によって増幅させることができる。増幅するんですね。そうした方がいいわけじゃないですか。たかだか、ね、ちっちゃなことでも、瞑想することで、実はそれを大きくすることもできるんですよね。ああ、やれた。自分はやれたっていうね、気持ちを想起するっていう時間を持つだけで、それだけで、ちっちゃい、本来だったらささやかな成功体験なものなんだけども、増幅することができる。つまり、ちっちゃいことをやって、確実にやれることをやって、それを記録することで加速、定着し加速させ、瞑想でさらに広げてしまおうという。これがですね、スピルアーサリー強化法の非常にコアになる部分ですね。もちろん他にもいろいろあるとは思いますけども、まあ、若干ちょっと前々回の動画の部分と被った部分もあるかもしれませんが、そこは結構重要なんで、もう一回ね、おさらいということで、補足的にお話ししてみましたけども、ぜひこれね、やってみてほしいんですよね。スピルアーサリーが弱いともう、人生止まりますからね、やっぱり。僕も停滞期いっぱいあったんですけども、停滞期を今分析してみると、なんで停滞してたんだろうって言ったら、やっぱりもう無理かなーみたいなね。そういう無理だなーみたいな。これ以上無理だなーみたいなね。そういう気持ちになっていた時が大体止まってる時なんですね。やれるよ、なんかいけそうだよっていう風にね、思ってる時ってなんやかんやで前に進んでた気がするんで、ここ非常に重要かなと思いますんで、ぜひですね、この3つの方法、偶遇性の排除した
成功体験を積む、でそれを記録する、そして瞑想で膨らませる、で増幅させる、まあ、この3つのポイントでやってみていただけたらなと思います。ということで今回も手法スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。手法スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また手法スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の手法スピラジオでお会いしましょう。さようなら。